皆さんこんにちは、カマネギ投資家カモーラルです。今回は3月の FOMC を通過して相場が大きく動いている、事前にあらかた予想されていた25ベーシスの利上げでしたけれども、大きくリスクオンということで上がっている現状を新入君にまとめてもらいたいと思います。皆さん気になっているところ、上司も言っているんですけれども、すごい上がっているな、相場の転換点かということで、ここから株式市場底入れして上がっていくのかというお話ですけれども、上司よりも新入君冷静にですね、まずは FOMC の整理からということで早速見ていきたいと思います。実際 FOMC が開催された日の米株の動き、日本にお住まいの皆さん、朝起きてみたらアメリカの株上昇してるやんと終値ベースで見ている方多いと思いますけれども、日中の動き見ていただきますと、実は結構乱高下した一日でした。 S&P500 の一日の動き表示していますけれども、FOMC が開催されて結果が出てきた時間帯、このあたりから見ていただきますと一目瞭然なんですけれども、一度大きく下落している、この動きからですね、パウエル議長の会見が始まった直後にまた再び大きく戻してくる、こういった動きの激しい日中の相場でした。このことからも相場では一度高波を認識して下落したわけですけれども、その後回復したということですね。この夜中寝ていて起きた段階の値段見ているだけではわからない市場の認識の変化というのを中心にご説明したいと思います。FOMC で議論された内容とパウエル議長の会見ということで、まず議題として当然ですね、インフレの見方というのがあるわけですけれども、これについてパウエル議長はですね、以前と言いますとウクライナ侵攻の前ですけれども、3月頃ピークアウトすると考えていたようです。ただその前提が変わった、要するにウクライナ侵攻も含めてですけれども、不確実性が高まった、それだけにとどまらず原油や資源の価格の上昇、これも伴って全然インフレが落ち着かないということで、会見でこの発言したことによって、今回考えられている新たな議長の認識というのは、利上げの回数について今年は7回、さらに来年4回以上という、これまで想定されていた以上のシナリオを議長は考えてきているんではないかと捉えられたわけですね。これは明確に高波のシナリオとなっています。これは議長の考えだけではなくてですね、FOMC を構成するメンバーの予測、この変化にも現れています。メンバーの中には高派の人やハト派の人がそれぞれ何人かいるわけですけれども、誰がどれくらい予想しているかというのはわからないながらも、年末時点で何パーセントの金利になっているか、それを予想している人が何人いるというデータは発表されています。実際ですね、今回の FOMC を受けて、もともと今年5、6回来年3回という主流の考え方、多数を占めていた回数ですけれども、これがですね、変化して、このグレーのプロット、何人が年末時点で何パーセントになるかというのを一人一人プロットしたデータになりますけれども、このグレーのところが3ヶ月前、そして今回の FOMC を受けて変わったのがこの黄色のプロットですね。まず一番下が5回1人、そして続いて6回のところに3人と、見るからにグレーのプロットからは減っています。そしてそれぞれのプロットが年末時点でより高い金利になるというふうに予想を変更しているわけですね。最もたくさんの人数が予想した 1.75 から 2% の水準、これは今年7回利上げが行われると予想されている、この水準に主流の考え方が移っているわけですね。さらには一番右側の黄色のプロット、これは来年末時点での金利どこの水準になっているかの予想ですけれども、これの平均値大体取りますと、このあたりの真ん中 2.75% から 3% というあたりですけれども、これは4回来年利上げをするという水準になっています。そうするとですね、従来は今年5、6回来年3回という平均値だったものが、今回の FOMC 受けて今年は7回来年は4回というふうに引き上げられている。さらに注目するべきところは、表の黄色い丸で囲っている部分、7回よりも上のところですね、 2% 以上、つまり8回以上利上げすると予想されている部分、ここに7人もいるということですね。従来 2% を超えると予想していた人数は3人だったのに対して、いかに今回の FOMC を経た予想の変更というのが大きなものだったか、
まあ、要するにタカ派にシフトした結果になったかというのを表しているかと思います。実際マーケットはタカ派へのシフトを受けてですね、一旦下落したわけですね。それではなぜその後再び急激に株価戻したのかと言いますと、まあ、議長の会見の内容ですね、もう一つ米国経済の強さ、これに対する見方の発言を受けてですね、議長は何を言ったかと言いますと、もともとマーケットでは1970年代以来のスタグフレーションが懸念されている中で、議長はですね、かなり自信を持った様子で米国経済は利上げに耐えられると言ったわけです、まあ、これを受けてですね、相場はそんなに自信がついて言えるほど景気がいいのかというふうに判断したわけです、まあ、実際雇用統計などは良好な結果が出たりしているわけですけれども、まあ、それをインフレ率であったりスタグフレーションの懸念というのが打ち消してた。ただパウエル議長がこのように言うんであれば、景気が良好であるのを素直に多少受け取ってもいいのではというふうに考えたわけです。さらにはですね、利上げともう一つ注目されていたバランスシートの縮小についてなんですけれども、こちらは特にサプライズなく予定通り5月から開始というわけですが、このバランスシートの縮小というので金融引き締めの効果が得られますので、この5月以降のバランスシートの縮小開始によって多少インフレ率の抑制の効果が得られて利上げの代替にもつながるかというふうに思惑が広がりました、まあ、実際こちらに関してはやってみないとわからないというような要素ですね。 FOMC の結果、従来よりも利上げの回数が多くなると予想したメンバーが増えたにもかかわらず、パウエル議長の会見によって再びマーケットを戻してきた、まあ、そんな動きの裏にもう一つ重要な要素がありました。異常な低流動性の中でのショートカバーによる株価急騰ということで、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、そういった空気感の中であまり動いてくる投資家がいなかった、タカ派として捉えた一部の機関投資家が不透明な中でショートしてきたわけですけれども、会見の内容でそのショートのポジションに自信を持てなくなり一気にカバーした、そういった動きが見られます。実際こちら SP500 ミニの先物流動性に関するデータの推移ですけれども、一番足元のところを見ていただきますとほとんど流動性がない、まあ、つまり少しでもショートしたりショートカバーが入ると大きく動くというような形、一部の投資家が動いてきてやっぱりやめとこうというふうになったことで、先ほどのような下落したけど戻してきた、そういった形になったわけですが、これ一部の投資家がやっているだけ、裏を返せば今回の FOMC で自信を持って相場の転換点だと思って買い入れる投資家というのがそこまで多くはないという意味に考えられるデータになるかと思います。そしてそこまで自信が持てない理由の新たな火種として中国株についてですね、まずはグラフ見ていただきますと、香港ハンセン指数、中国株の指数何個かありますのでどれでもいいんですけれども、一番国際的に普遍性のある香港ハンセン指数を取りますと、今週1週間の動きですね、かなり大幅に下落しました。 10% を超える下落、一気に下落していったわけですけれども、昨日唐突に反発しました。そして元の水準に戻したわけですが、まあ、中国では一体何があったのかと言いますと、まあ皆さんご存知の通りですね、ゼロコロナ政策が開始してロックダウンに入った。香港ではですね、ワクチンほとんど広まっていないので、一度広がってしまうと凄まじい勢いで感染爆発、そして致死率は 5% 弱ということで、オミクロン株にもかかわらずデルタ株のような猛威を振るっています。そしてもう一つ、ロシアを支援している、そういった疑惑ですね。そしてアメリカ中心に欧米による経済制裁、まあ、こういった懸念が中国にはあるわけです。もともとこんだけ新たな火種として懸念が出てきている中で、さらに余計なことをしたのがこの新華社通信というところ。数時間で削除されましたけれども、変な記事を出していまして、中国の金融市場は外国資本を受け入れるべきではないと。これは憶測ですけれども、現在ウクライナに侵攻しているロシア、経済制裁によって国内疲弊しているわけですが、中国も台湾を侵攻する、そういった計画があるときに経済制裁の被害を最小限にすると、そういった意味合いでこんなことを言っているんではないかと、まあそういった連想をしてしまうわけですね。もともと米国上場の中国 ADR などは半年ほど前から非常に上場廃止になったりなど懸念が広がっていたわけです、まあ、それでもロシア株と違って中国株が外国人の機関投資家にとって切り離せない理由、まあ、機関投資家からすると本音というのがありまして、まあ、相場で機関投資家が中国株どのように考えているかと言いますと、まあ、当然ですけれども、あらゆるリスクを伴う共産主義国家の株式いきなり接収されるといったようなこと、なきにしもあらずですし、まあ、何をされても文句を言えない、まあ、文句は言えますけれどもどうしようもないという状況に陥る可能性が高いわけですね。それでもやはり中国株
高成長市場ということで、株式投資において高いリターンを得ようと思った時に、中国丸々外す、そして目標とするリターンを得るというのは非常に難しいわけです。皆さん米国株大好きな方多いと思いますけれども、米国の一つ一つの銘柄の中で中国のマーケットで成長するほどの大きな割合得られる高成長な銘柄というのは、どれぐらいあるかと言いますと、やはり指折りになってくるわけですね。そもそも機関投資家分散投資をするので、そういった指折りの銘柄だけに大きな金額をドンとベットするわけにはいかないわけです。そうするとなかなか外せないというのが本音。そういった中でですね、一つ前のスライドで懸念として挙げていた外国資本およびアメリカ上場の ADR などに対してですね、龍角という人が外国上場株もきっちり支援するといったような発言をしました。これによって安心感が広がって中国株一気に戻してきたわけですね。まあ、ただこの龍角の発言、はっきり言いまして、まだ口だけじゃんということで、まあ、何か具体的な施策を発表したわけではなく、大幅な中国株の下落、かなり割安に見えたわけですけれども、まあ、そこから魅力的な水準になっているので、買い入れるきっかけになったわけです。まあ、ですので、マーケットとしては、さらなる具体的な施策というのを待っている。まあ、これが交換されるようなもの出てくるんであれば、さらに戻してくるという可能性も考えられますね。ということで最後に、日本のマーケット、本日どのような上昇銘柄の特徴があったかとご紹介したいと思います。まあ、このチャンネルでもいつも話題になっている銘柄ですけれども、本日 FOMC を通過した翌日の日本のマーケットでは、今年これまで特に利上げ懸念、金融引き締めということで大きく下がっていた成長銘柄が相対的に大きく戻す一日となりました。上昇の少なかった特徴の銘柄から並べていきますと、順番に JR 東海、経済再開系は前日比変わらずの水準ですね。続いて資源関連、こちらはウクライナ侵攻による話題株ですけれども、ここから上は前日比プラス、まあ、その中で濃淡が出ている銘柄となりますね。続きまして三菱 UFJ 金融銀行ですけれども、これは最初に申し上げたように FOMC の中で利上げのシナリオがさらに高まっているということなので、マーケットがハト派で上昇しているという中でもしっかりと推移していますね。そして下段成長銘柄中心ですけれども、まずデンソー、電気自動車、 EV 自動車関連、これが 5% ほどの上昇。最後にレーザーテックと日本電子半導体関連、最も利上げ懸念で大幅に下落してきている銘柄ですけれども、それぞれ 10% 以上の上昇ということでかなり大きく戻していますが、まあ、これを相場の転換点と捉えて、ここから入っていくにはまだ疑心暗鬼になっているというような個人的な感想ですね。今回の FOMC の経緯ご説明してましたけれども、まあ、それを踏まえてこの動き見ますと、また少し早いような感覚も感じられるわけです。これまで懸念されているような事象がですね、また注目されてくすぶると、これとは逆の相場展開、これも考えられるというお話でした。ということでですね、新入り君というか、先日ツイッターでめんどくさいやつに絡まれまして、もうやめたいなということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。